多分こっち側のロブを上げる側の視点に立つと、まあ、半面の真ん中だいたいこのぐらいの位置から、まあ、だいたい内側のボールっていうのは、まあ、相手の前衛もポーチに出ようとしたりとか、まあ、角度がつけにくいんで結構相手からすると真ん中に来るとチャンスになる。で、まあ、あとロブをここから上げるっていう選択肢は結構あるんですけど、このロブが、まあ、さっきもあったようにここから上げると結構相手のフォア側に上がる可能性が高いんです。なのでバック側を頑張って狙おうとするとサイドに切れちゃう。ちょっとなんか難しいですここは。でそうすると高さが必要になるんで、まあ、相手に取られたとしても時間をかけてスマッシュ取らせれば難しくはなるので、やっちゃいけないのはちょうどいい時間で相手に届くようななんか球出しみたいなロブ、これは絶対ダメです。絶対うまく返されますし。なのでかなり高く上げて、で抜けたら抜けたでもちろん OK、 相手もチェンジしますしっていう。だから半面の真ん中より真ん中は結構気をつけてロブを上げないといけない。右利きのお話です。スマッシュやられると困るので。で逆にこっちはかなり上げやすい。ストレートに上げれば相手のバック側になるんで、あとこういうガイドもありますよね。まっすぐ出せばいいやって、こっからこうとかね、まっすぐ運べばいい。この線があるので線に沿って動かしてあげれば結構まっすぐ上がりやすくなるので、こっちだったら相手のバック側にちょうどよくロブ行っちゃってもバック側なので、まあそんなに、まあ、上手い人いますけど、まあちょっとこの辺は力が入りにくいんで、ここで取らせることはできる。だからまあそこそこ中途半端なロブでもまあ別にいいかなっていう感じ。こっからだったらまあアウトしちゃいましたけど、まあこのぐらいでもまあ比較的簡単には上がるし、簡単にバックに行くんで、ロブ上げる場所、ボールが来た場所で、ロブをどういうロブ上げるかっていうのは、ここは高くだなとか、ここは低くてもいいからバックハイにしっかり狙おうとか、そういうことすればいいのかなっていう感じはします。まあ、これはロブを上げる場所によってのロブを上げる、まあ、ロブの気をつけるところかなと思います。で、あとは上げたら上げたで前行く行かないっていうのはどっちでもいいと思います。行くなら前行くって決めていかないといけないし、行かないならステイちゃんとしてないといけない、まあ、ここは決めておく。あと前に行くんだったらおそらくペアよりも前に行くっていうところまで行くのが一応目標です。ここはまあ皆さんできてたんであんまり言わなかったですけど、ペアが、ま、ペアも同じ認識でペアも一緒に前に出ちゃうと良くないんですよね。そうするとあクロスロブいけちゃうってなっちゃうので、まあ僕がさっきそこの役でしたけど、僕はもう全く動いてないんです。ロブ上げられた時にで、ペアが出るんだ前に出るんだったら抜かさせてあげるっていうこともこっちの前衛は必要ですし、こっちの人は抜かさないと向こうからしたらなんか穴がある陣形になってしまうので、なので、まあ、前に出るなら結構出てペアを追い越すっていうところまで一応目標、まあ、いけなかったとしても一応相手が打つときには途中で止まってしっかり処理をして抜かせばいいです。まあその辺は落ち着いて、まあ、こっち側のお話はそんな感じですね。はい、なんか質問ありますか。ここでこっち側に関してはまあでも結構大体皆さんできてたんであんまないかなとは思うんですけど、そうロブの精度はあります、まあ、高く上げて相手に打たれたとしてもなんか普通のテンポでパンと打てるよりはなんかあちょっと時間長いなぐらいの感じで思わせればいいんで、まあ、どっちにしても外に来ようが中に来ようがちょっと高めに上げておけば相手は困るっていう感じはします。あまりにもちょうどいいロブを上げないようにっていうまあちょっと目標にですかね、うん、まあこの辺はいいかなと。で上げられた方はやっぱりチェンジをするわけさせられるわけなんで、まあ、さっきみたいに前衛が前出てるよとか
あステイしてるよとか声をかけてあげるのもいいですし、まあ、一番いいのは後ろの人が 何もなくてもちらっと見て、あこっちが後ろだとかこっちが後ろだ、基本は後ろの方の人に打てるっていうのがまず回避策としては一番いいかなと。でもしロブがすごい厳しかった場合には、またロブで返せばいいので、まあ、その辺はまあコースさえ間違えなければいいかなと、まあ、うまく前衛が声かけて、あ前出てる、じゃあクロスとかで、2人とも前詰めてるのがもし見えたらもうクロスロブのチャンスなんで、まあ、ちょっとその辺も相手をこう見ながら、その走りながら相手を見てどうしようかっていうのを考えられるといいかなっていう感じはします。で向こうの前衛はさっき言ったようにこう斜め後ろにこう行きながらチェンジをして守り側の立場になるっていうところですね。その点を抑えてやっていくといいかなと。はい、ナイス。お、お願いした。あははは、あれで。そう、高く上げて時間の、自分の時間もしっかり作るっていうのが大事です。はい、そう、ここで十分です。全然いいですよ、今のね。コースが大事ですから。ありゃ、はい、ナイス。お、次、あー入ってる。はい、ナイスか。あー前出ちゃった、中途半端に。そう、今のまあ、いくつかちょっとありました。ロブ上げました、相手バックハイで多分短いだろうっていう予測をもうちょっと立てて、でそうするとちょっと前、あそうだな、この辺にいてもよかったですね、はい、で、あバックハイでちょっと苦しそうってなった時にここにいて、でふわっと短くなったのをアプローチしたかった。ちょっとそれがちょっと遅れちゃったっていう、ちょっとそう、まあ、相手がこうなってたら後ろでもいいですけど、バックハイだったら多分ちょっとふわっとくる可能性が高い。そしたらちょっと前に行く準備して、よしアプローチしようっていうつもりでいていいかなと。ちょっと見すぎちゃいましたね。でもう一個はな、あれってなんで前に出たんですか。あ、多分そうです、なんかちょっと体勢崩してこう取ってるからその辺に来るだろう、そしたらこっち来ちゃった。なるほど、まあその予測が外れてもいいように一応止まっておくっていうか、うん、多分それでなんとなく短い気がするって言って前に出たまではいいと思うんですけど、そっからやっぱちょっと止まって方向転換できるようにはしたい。多分ちょっと走りっぱなしであーってなってたんで、一回ちょっとそう相手打つ時には軽く止まって、あこっちだとか、あじゃあそのままだとか、まあどこでも行けるように走りっぱなしにはなんないように、ちょっとね、スプリットステップというかね、しっかり止まる方がいい。はい、お、ナイスか。ちょっと振っちゃいました、うん、当てるだけでね。お、ナイス、ナイス。今ね、チェンジしなくていいですよ。うん。チェンジっていうか、今こう打ってって、で、もう一球ってなったんですけど、で、僕が打つときに、こっち行こうとしちゃったじゃないですか。じゃなくて、もうこっちでチェンジで、で、そしたら、多分こう動いてたんで、こう動いたまんまで、多分いい。多分、前衛がうろちょろしてると結構、あ、後ろもあーってなっちゃう。おー、いいロブ、いいロブ。はい。
アウト。惜しいな。もうチェンジしたらもうバック、アドサイドの平行眼光になるんで、まあ、今度はやることはクロスにしっかり沈めること、うん、それがやっぱ始まってくるんで、ちょっと切り替えて、じゃあラスト。よ、おー、ナイスショット。ちょっとね、ちょっと浅かった。で、まあ今はもうどっちかというと向こうをこうチェンジさせてっていう出方っていうよりは、もうこっち側のまだデュースサイド側の平行眼光になってたんで、そういう時は多分僕が前で、こっちにボール行ってる時は多分そんなに前に出ない方がいい。結構詰めてましたけどね。まあ逆にちゃんと攻めれたからいいですけど、もしかしたらこれを例えばこういうの見られてパッとこっちに上げられるかもしれない。多分こう2人で同じ距離詰めちゃったんで、こっちにボールあるときはこれでこう、そう、こういう陣形、こっちに行ったらこういう陣形で、そこを押さえとけば結構壁はちゃんと作れるというか。そう、だからこっちに送ってそれだったら全然 OK、うん、まあ、ちょっとそこはパパッと切り替えながら、 OK、 じゃあ、交代しましょう。そうそうそう、こっちの、まあ要はちょっとこっちの、まあ平行陣だけどちょっとこういう差がついてる眼光陣同士なんで、こっちに捕まらないようにはちょっと頑張ってこうしたかったです。はい、じゃあお願いします。うまい、うまい、ナイスショ。さあロブね、高く高く、そう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 、オッケー、あ、お、ナイスナイスナイスショ。今のができれば一番いいですね。こうチェンジしてこっち前出たけど後ろ側の人に沈めて、でそれを前衛がパシッと、かなり理想的です今。はい、うん、うまい、うまい。あし、危ない危ない。あ、今ね、なんかいい、あれ打たないなと思って、あれ打っていいですよ。はい、お、いいボール、いよいよ OK。 あー、いいボール、うまい、 OK、 お願い、あ、決めない、うん、そうそう、ここから結構、難しいですね、そう、ここはここはもうとにかく上、クロスでもいいですから、全然そう、高いボールをどっかに打てれば全然逃げれる、はい、普通に返しちゃうと普通に前衛にパッと出られちゃうし、うん、だからここのセンター寄りのボールはやっぱり高く逃げる、時間を作る、はい、まあ、あとはその打ち込まれてここだったらもう今のこのグリップというか、はい、そう、これでポンって上げちゃえば簡単にストレートいけますから、あ、打たれたと思った時そう頑張んないでこう合わせてあげる、頑張ると多分前衛の餌食になります、はい、そう、そこは頑張らないことが大事、ポン、はい、そう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 、いいよ、お願い、お、うまい、お、わー、惜しい惜しい、
オッケーオッケー、いいっす、いいっす。